みなさん、こんにちは。私の名前は広部アビーです。ローザパーク小学校の2年生です。私はバイオリンを習っています。ずっと前に誰かがバイオリンを弾いているのを聞きました。バイオリンって音がいいな、素敵だなと思いました。お母さんに私をバイオリン弾きたいとお願いしました。そしたらおじいちゃんとおばあちゃんがバイオリンを買ってくれました。ピンクのバイオリンです。かわいいです。6歳の時からバイオリンを弾いています。ちょっと難しい時もあるけど、バイオリンを弾くのは楽しいです。特に楽しいのは、先生とバイオリンのゲームをする時です。先生がチョコを弾いて私がコピーをします。先生みたいにできるかなってドキドキしながら弾いています。先生